はい、シロです。今回はですね、ポストフィット時代の幕開け、主力電源に躍り出る太陽光発電というニュースですね。これは太陽光発電協会 JPEA の代表理事平野敦彦氏、ソーラーフロンティア代表取締役社長が太陽光発電を取り巻く環境と今後の展望について熱く語ったというところなんですけども、 PV ジャパン2018、これはもうちょっとですね、終わってしまったんですけども、2018年6月20日から22日パシフィコ横浜でですね、再生可能エネルギーに関してのそういったシンポジウムですよね、発表会、いろいろな企業とかもね、協賛しまして、今後の展開についてですね、いろんな形でこう発表されがあったんですね。で、まあ、そこでソーラーフロンティアの会社の、代表理事さんがですね、講演を行って、その内容をですね、明録したというところですね。で、まあ、太陽光発電に関してはですね、再生可能エネルギーの中でも、日本の中でもですね、相当大きな電力源になってきてまして、それが今後どうなっていくかっていう話なんですよね。で、これはやっぱりそのパリ協定なんかもね、関係してくるんですけども、ちょっとね、本文読んでた方が早いんで、読んできますね。太陽光発電が再エネの主力電源化の柱にということですね。太陽光発電協会 JPEA の代表理事平野敦彦氏、ソーラーフロンティア代表取締役社長は、世界は今新たなエネルギー革命の中にあると話す。新聞市場で SDGs あるいは EGS 投資、これはですね、再生可能エネルギーに対する投資の意味なんですけどね、といった言葉を見ない日はないかと思います。これ特にですね、日経新聞とかでは本当見ない日はないぐらいだと思いますね。かつて CSR という観点から捉えられる傾向の強かった再生可能エネルギーの活用ということに関しても、経済的な価値の追求を超え、さらに企業の存続発展に関わる課題へと発展してきました。この現象は2016年11月に発行したパリ合意 COP21 が契機となっておりますが、民間レベルではすでに約130社ものグローバル企業が RE100 を宣言するなど、これはね、アップルなんかもそうですね。日本だと、コピー会社の会社ですね。私もちょっとこれニュースにしたんですけどもね。ですね。まあ、これもちょっと調べていただくといいと思います。新たなエネルギー革命というべき潮流が生まれていますということですね。このね、COP21 っていうのは、私もそれほど重要視最初はしてなかったんですけど、これ相当大きな取り決めになってきてまして、より深い、意義を持ってきてまして、これじわじわとですね、このパリ協定の効力というのがですね、発揮されてきてるわけですね。こういう協定とかっていうのは、やっぱりその各国の捉え方によって全然こう違ってきたりするんですけども、やっぱりこの全世界的にですね、この人類がよりですね、長く生きていく、発展していくためには、これも欠かせないことだっていうところが、そのいろんなレベルでですね、理解されてきて動きになってきているということですよね。そこがやっぱりポイントかなと私は思います。要するに、化石燃料を使わずにエネルギーを産生していくということですよね。地球温暖化によって南極の氷が溶けたりですとか、キリマンジャロの氷が溶けてアフリカの自然がどんどん破壊されているとかですね、まあ、いろんな部分でもう出てきてはいるんですけども、まあ、その他にもですね、その化石燃料を燃やすといろんな廃棄物が出て、それがまあ動植物だけじゃなくて人間にもいろいろ影響を起こしているわけですよね。例えば花粉症っていうね、アレルギーあるじゃないですか。あれはですね、花粉が原因になってなってるわけじゃないんですね、ほとんどのケースは。花粉にくっついている、ノックスとかですね、そういったいろんな廃棄物、まあ、特にディーゼルの廃棄物とかですね、あるいはガソリンの、排気ガスに含まれているものがくっついて、それが体の中に入って悪さをしているっていうところでもあるんですよ。だから、まあ、田舎でですね、花粉まみれのところにこう住んでても別に花粉症にならないのに、都会でね、そんなに花粉が多く見えないのに花粉症になってしまうという人が非常に多いわけですね。
これはきちんと統計を取って出しているわけではないと思うんですけども、まあ、体感としてそれは結構皆さんの周りでもあるんじゃないかなというふうに感じるんですけどね。だから、そういったもの、排気ガスをこうやっぱりなくしていくっていうことは、車をですね、EV 化したりとか、燃料電池車のようにですね、排気ガスを出さないものに変えていくっていうこともすごく大事なことなんですよね。で、まあ、トヨタさんとかホンダさんはもう燃料電池車を作ったり、EV 車を作ったり、日産も EV を作ってますよね。だからそういったところで自動車メーカーがどんどん変わってきてるっていうこともあります。それともう一つ、自動車メーカーはですね、自動運転化に備えて、電気化するっていうことが非常に大事になってきます。エンジンがついてるっていうだけでですね、自動運転がすごくしづらいっていうのは、これ素人でもよくわかると思います。ね、オイルを入れたりだとか、冷却素を入れたりだとか、ね、エンジンの調子をずっと見なきゃいけないとかですね、ベルトの調子を見なきゃいけないとか、そういったもののいろいろな整備が必要になってくるんですけども、そういったものがですね、自動化する、まあ、電化するとモーターに変わりますので、一切いらなくなるっていうところですね。ただこれいきなりやっちゃうと、トランスミッションのメーカーさんとか、エンジンのメーカーさんとかっていうのが非常に困るということで、まあ、いきなりはちょっとやらないんですけどもね、っていうところになってくると思うんですけどね。はい。まあ、そんなちょっと、余計な話になりますけども、まあ、そうした状況を踏まえということで、本部ちょっと入りますけど、日本においても再生可能エネルギーが主力電源というキーワードで定義付けられたと、このほど閣議決定されたんですよね、これ。第5次エネルギー基本計画を評価するということですね。当然、いろいろな課題もありますが、主力電源化ということを明確に定義付け、そのベクトルに向かって課題を解決していこうということですから、大変大きな前進ですということですね。これは本当そう思いますよ、私も。で、我々としては、まあ、この会社ですね、社長の方たちとしては、代表理事の方は、これを契機にさらに太陽光発電の普及拡大を図っていきたいと考えています。再生可能エネルギーの中でも、とりわけ太陽光発電が重要な役割を担っていくという気概を持って邁進していく覚悟ですと。まあ、ソーラーフロンティアですからね、その名の通り、太陽光発電でフロンティア、もう本当にですね、革命を起こしていくっていうところを、やっぱりやっていこうということですよね。で、2050年に200ギガワット、高環境を生む高い目標設定をということですね。太陽光発電協会が描くビジョンは、国が掲げる目標を大きく超える。すごいですね。国の目標よりもさらに超えていくということですね。私どもは昨年発表した JPEAPVアウトロック2050において2030年における太陽光発電の累計導入量を100ギガワット、2050年では200ギガワットという目標を打ち出しています。総発電量に置き換えると2030年で 11%、2050年では 18% に相当するものです。これは太陽光発電だけですよ。これすごいですよね。国のエネルギー基本計画では2030年時点での再生可能エネルギー比率は22から 24%。 その中で太陽光発電には 7% の目標値が設定されています。しかし私どもとしてはこの数字は決して上限値ではないと認識しています。 JPEA PV アウトロック2050で記したように、より高い目標を掲げることによって新たな技術革新を生み出し、課題克服にスピードを持って取り組めると考えますと。そのことが結果的に需要の拡大、導入拡大という好循環を生み出すのだと強く確信しています。まあ、これね、世界的な流れを見ていけばね、間違いないんですよね。日本だけが火力発電をね、開発していったりとか、原子力を導入して増やそうなんていうのはですね、他の国ではありえないですから。でね、日本はその原子力をさらに輸出してね、他の国に買わせようなんてしてますけれども、それももう無理だっていうところですよね。国がそういう目標を立てていますから。じゃあなんでそういうふうになってるのかっていうのは、皆さん一人一人でいろいろ考えてみてください。立場によってものすごくわかる人もいらっしゃるでしょうからね。はい。まあどうでもいいです、この辺はね。課題はコスト競争力と、系統問題の克服。では、克服すべき課題とは何か。まず一つが多電源に勝ったコスト競争、勝ったですね、コスト競争力を持つことです。
コスト面においても太陽光発電は主力電源としての地位にふさわしいものとならなければなりません。この点については皆様方の知恵の集結、それぞれの取り組みの結晶として必ずや実現できると思っています。そして2つ目が系統制約の克服。ここも大きいんですよね。系統接続。まあ、フィットが問題になってくると思うんですけど、送電線がね、使いにくいっていうところですね。ですと。今まで電力系統の運用に関して日本版コネクト&マネージの導入が始まっておりますが、これはまさに官民一体となって影響問題の取り組みを進めていこうということです。あり、大きな前進であると、捉えておりますということですけどね。なかなか細かいことは言いづらいんでしょうね。こういう場でもね。系統制約の克服に関しては太陽光発電だからこそできることもあるという。太陽光発電の分散型という強みを生かして、地下消費で活用することで系統への負荷を下げることができます。エネルギー地産地消の普及は系統問題解決の糸口にもなっていくのですということで、はい、これね、送電線いらないよっていうことですよね。送電線に接続しなくても、そこら辺の小さなですね、ものでやっていけるよっていうことですよね。で、この辺はですね、電気事業法とかで、いろんな法律でがんじがらめになってるので、なかなか開放したりとかね、自家消費でやっていくっていう部分も難しかったりします。はい。これね、電力会社を守るためでもありますし、私はバシッと言っちゃいますけど、官僚たちのですね、天下り先を確保するために行われている部分でもあります。それが一つだけではないですよ。でも電力会社の保護っていう部分が一番大きいと私は思っておりますね。はい。まあ、東京電力がね、あれだけの事故を起こしたって潰れないのはそういうことだと思う。ということです。まあ、もちろんね、根幹電力だからそういうふうには、ことをいきなりやっちゃいけないっていうのはあると思うんですけど、普通の会社だったらとっくに潰れてますよね。まあ、国が守らなきゃいけない部分だからっていうのももちろんありますけれども、けれどもね、もうちょっと民間の投資をうまく促したりとかしていかないと、これね、エネルギー問題っていうのはやっぱりうまくいかないと思います。もちろんね、官がある程度監督して、コントロールしていかないといけない部分ではあると思うんですけども、単純にはもう天下り先を作るっていうのはね、やめてほしいんですね。本当に。そんなのをできるのはですね、まあ日本の国の中でちょっとおかしいんですよね。そこら辺の好循環を生むためには、もうちょっとこう開放していっていかないといけない部分ってすごく大きいと思います。で、そういうところをですね、こんがらがった、なんていうんですかね、糸みたいなところをですね、少しずつ少しずつほぐしていくっていうことも必要だとは私は思いますね。本当にこんがらがってるんですよ、いろんなところで。こういうふうになってるからこれができないとか、ああいうふうになってるからこれができないとか、法律があるからできないとか、あの人がね、そこのポストに入っちゃったからこれができないとかね、いろんな部分がね、やっぱりこんがらがってるんですよ。うん。それは皆さんの周りでもいろいろあると思いますよ。でもそういう糸口をですね、どん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 こう少しずつほぐしていかないと。こういう再生可能エネルギーっていうのはうまくいかないっていうのが、この二つ目の部分の裏の部分でも私はあると思いますね。で、コスト競争力っていうのは、別にもう日本のメーカーだけじゃなくて、って私はいいと思います。それはもう不可能な部分なんですよね。なぜかっていうと、人件費が高いからです。うん、コストが下げられないのはそこなんですよ。海外のものが安いのは人件費が安いからです。はい。で、今後はですね、そこを一気に下げるっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、より下がる方法としてはもう AI とロボットしかないですね。人が入らなければ安くなるんですよ。うん。これは言いたくない。経営者も言いづらい。皆さんが感じてるけど言えない部分ではあると思います。私もね、そういった問題の、動画をちょっと出してたりしますけども、これもね、皆さんなんとなくわかると思うんですよね。だって、人が入んなければ、24時間365日ね、工場なんかでロボット稼働させることができるじゃないですか。電力がね、まあ、いるとかそういうのいろいろありますよ。だけれども、人がいるから給料が発生するわけであって、あるいは保証が発生して、いろいろ問題が出てくるわけであって、働く時間だとかね、うん、そういった構成、福利構成をしっかりと作っていかないといけないとか、いろんなものがいるわけですよね。でもロボットと AI だったら、それを維持するためのメンテナンスだけで、どん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 こう効率化していくわけですよね。スピードも上がってくるでしょうし、効率も少しずつ上がってくる。これは人よりももっと上がっていくってことですよね。で、
それが大量生産されて、よりコストが低下されると、導入する企業ってのもどんどん増えてくるというふうになります。これがいい悪いは別ですよ。だけれども、コストを下げるっていうことに注目するんであれば、そういうふうになってくると。世の中だんだんそういうふうになってきてるじゃないですか。ね、車を作るラインの中でもですね、ロボットがどん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 増えてきてるっていうのはやっぱりあると思うんですよね。うん、特殊な部分はまだ人間やらないといけないっていうのはあると思うんですけども、あるいは企業としてね、ある一定の雇用を維持していかないといけないとかっていう、体裁はあると思います。本当、体裁って私言っちゃいますけど、本当そうだと思いますよ。経営者側からね、見ていくと。働いてる方たちにとってはね、非常に失礼な言い方かもしれませんが、本来は本当はそうなっていくだろうなと思います。で、これのね、やっぱりすごく分かりやすい例っていうのが、やっぱりね、民間じゃないんですよね。いわゆる公務員の方たちの仕事です。あれは本当無駄なものがいっぱいあるわけですよね。うん。皆さんの周りの区役所とか市役所行ってみるといいですよ。なんか無駄に人が多いっていうのがね、絶対分かると思うんですよね。ちょっと働いてればね、そんなのいらないでしょみたいな仕事を持ってる人たちがいっぱいいるわけですよね。うん、だから本当はですね、そういう民間よりもそういった、公務員の方たちのスリム化がどんどん進んでくると、これはね、世の中にとってもいろいろいいことがあって、ね、いっぱい出てくると思います。はい。まあそこら辺についてね、言及したい人っていうのもやっぱりいろいろいらっしゃると思うんですけど、都合が悪くて防ぎたいと思っている人の方が今のところ強いわけですね、日本の世の中では。はい。なのでそこら辺について言及するメディアっていうのもなかなかいないですし、言いにくい世の中ではあるという部分もあるわけですよね。うん。私のまあ仕事の中でもですね、そういった公務員の方たちを相手にしている部分っていうのはどうしてもやっぱあるわけですね。だからある一定の数がやっぱりお客さんの中にはやっぱいらっしゃいます。でそういう方たちのお客さんとしての比率っていうかですね、やっぱりある程度の売り上げを立てるっていう部分では非常にいいお客さんであります。ね。だけれども、やっぱりそういった無駄から行われている、要するに彼らの原資っていうのは税金ですからね。税金をどうやって取られているかっていう部分をいろいろ考えていくと、どうなのかしらっていうと部分がやっぱりすごくあると思います。ここについてはね、一晩どころかですね、3日未満喋り尽くしてもなかなかね、議論が終わらない部分かもしれませんけれども、でもですね、やっぱり個人的にいろいろ思うところっていうのはいっぱいあると思うんで、そういうところもね、関係してくると思います。まあね、太陽光のニュースから何を喋ってんだっていうことになってきてますけども、そういうね、エネルギーの問題っていうのは、そういったものすごく複雑に絡み合ってるんだよっていうところで言いたかったんですよ。なんでね、日本っていうの技術力はかなり上がってきてるし、フィットを目的でですね、空き地にいろんなところに太陽光発電が作られてるっていうところもあるんですけども、あれをじゃあもっと活かしていくにはどうしたらいいのかっていう部分の議論とかですね、そういったものをもっと進めていかないといけないと思うんですよね。太陽光発電っていうのは確かに主電源としても非常に優れてると思います。設置もしやすいし、コストも安いし、で、パネルの性能もだん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 上がってきてますので、1枚のパネルあたりで発電する能力っていうのも上がってきてます。で多少夕方になってもですね、日がかけてきてもこう発電するようにはなってきてるんですけども、一番の問題がですね、その系統接続するのもそうなんですが、自家消費するにしても、バッテリーがついてないと絶対ダメなんですね。これは蓄電の能力です。でバッテリーじゃなくてもいいんですよ。水素でもまたいいと思いますし、いろんな部分がそうなんですけど、そこの技術に関してもですね、やっぱりどん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 発展していかないといけないという部分ですよね。だからこの方もですね、最後の方で言っておりましたけども、皆様方の知恵の結晶と集結、知恵の集結っていう部分ありますよね。これはやっぱり蓄電の能力とか、あるいはマネジメントの部分ですよね。発電してない時にどのように蓄電するの、その蓄電池からね、エネルギーを使っていくのかとかですね。あとは家電製品の省力化ですよね。省エネ化、省電化というところも知恵がもっといると思いますし、そこの辺のマネジメントの部分というのがまだまだいろいろと必要になってくると思います。これはですね、
やっぱりブロックチェーンが一番いいかなと私は思うんですけどもね、ブロックチェーンの技術とつながった、そういったマネジメントっていうのができるようになると、例えば太陽光を持っている人たちがよりいろんな人に売電しやすくなったりとか、その送電網に関してもですね、送電に関してのロスっていうのを入れながらやるとか、あるいは蓄電池を持っててですね、太陽光発電はそれほど多くないんだけど、ものすごい蓄電池の設備が大きくなったりしてですね、例えばちょっと土地を持ってるんだけども、レドックスフローっていう電池ですね、あれは常温でものすごく電力を増やせる、蓄電能力を増やせるものなんですけども、そういったものをですね、例えばある、土地持ちの人たちがね、やったりとか、ある企業さんがちょっと土地、余ってる土地にそういうものを設置してですね、蓄電池の能力としての部分を作ると。で、それもブロックチェーンによってですね、マネジメントして、多少ですね、いろんなところでですね、発電が行われなかったとしても、その蓄電池で、まあ、1週間ぐらいの電力、周辺の電力なんかをね、賄ったりとかっていう部分もできたりとかね、そういうのもすごくいいじゃないですか。ね、あるいは蓄電池の能力がどん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 上がってきて、コストが低下してくるっていうふうになってくると、蓄電から売電するっていうことも可能だったりとかね、それもブロックチェーンの技術によって結構やりやすくなるんじゃないかなと思ったりもします。まあ、この辺の部分っていうのはですね、よりこう未来が開けてきてるかなというところで、すごく面白くなってきていますよね。はい。で、これはね、ちょっと第2弾がまだ出てくるので、来年のね、2019年問題っていうものに関してのこう話に転換していってきます。はい、これもね、ちょっと面白い話題になってきてますので、ちょっとお楽しみですね。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。